この方にお越しいただきました。どうぞ。コンコリシ。コンコリシ。あ、違う違う。人気ファッションビビ専属モデル佐久間由衣さんです。よかった。めちゃくちゃお酒落ちですね。おしゃれって言うんだよバカ。人気女性ファッション誌ビビの専属モデル佐久間由衣さん、昨年開催されたビビ専属モデルオーディションで見事4158名の中からグランプリに選ばれたんです。佐久間ちゃん的には見たパンはどういう感じが似合うの？いやその感じなんか何も似合わない、ちょっとショックでしたね。その感じはなんか間が空いちゃうとさ、逆になんかカジュアルなの可愛いと思います。意外と清楚で、あ、そうか、ドレス的なイメージだけ だけど、でも普段はでもこういう格好の仕事が多いので逆にデニム履いたりとかします。あ、まんまだ、やっぱさすが目抜いてるんだ。無駄心のほどはいかがですか？ありますし、あります。負けてないな。負けないです、結構時間かかってましたもんね。僕らはね結構すぐに決まったんですよ、パンパンパンと。あ、そうだったんですか？ずっと悩んでましたね、自分の見てたんですよ途中。何やってんの。ダメよそんなことしちゃ。では私着替えていきたいと思います。まずはどっちから見たパン着替えるんですか？アイドリングチームから。アイドリングチームからいきましょうか。お願いします。見たパンは試着室へ。すると、あ、かわいい。あ、なんか言ってる。なん結構短いですよ。結構短いです。短いのやんだ。いいね、いい仕事するじゃん。登場していただきましょう。はい、せーの、どうぞ。実際そんなに短いだけあんま着ない。開かないです、開かないです。これナイスだよ。見せて見せて。これいいじゃん。いい仕事したよアイドリング。いい仕事した。このテーマは春っていう感じで、あ、いいね、やっぱ春スプリングだね。ミニスカにしてこう足も見せてほしいなと思って。いいね、選びました。そんな春らしいコーデをより可愛く見せるためにビビモデル佐久間さんがアドバイス。なんか帽子かぶったりとか。ああ上が寂しいんだ。うん、下そっか、帽子ね。だから可愛い。こんなのが出てきましたね。お、あ、いいね。やばい。ちょっと変わっね、またやばいよ。これポイントじゃないからね。これ佐久間ポイントだから。これ佐久間ポイントで、これ。いや。やばいなこれ。となると結構プレッシャーかかってきたじゃないですか。やばいですよ、これ。ただこれ以上に攻めてることは保証できますから。まあ、攻めてる、確かに、攻めてるんですか？攻めてますよ僕らは。続いてトータルテンボスが選んだ攻めたコーデに着替え。え、何これ、どう、なんか見たことないものがあるんですけど、どこにつけるんだろうこれ。え、しかもちょっとこれアナウンス室的に大丈夫ですか？え、アナウンス室的に大丈夫かな。アナウンス室的に、え、え、大丈夫かな。一体どんなコーデになっているのでしょうか。早速登場してもらいましょう。ミタパン、はーい、どうよ。いいでしょう。え、めっちゃ似合ってんじゃん。え、私も結構似合うなってちょっと思っちゃった。いや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 、いいね。テーマは何なんですか？あ、聞きたい。テーマ？ハンパ姉さん。うまい。ハンパ姉さん。確かになんかちょっと違う自分になれるっていうか。でちょっと異変に気づかない？あ、あ、一人いないでしょ。その半端ねえのさ、その元がいないでしょ。はい、確かに。ちょっと呼んでもいい？藤田、こっち。わあ、どうよこのこのカップル。やばい、見たくない。いやだ、ふざけんじゃねえよ。なんだよこれ。
どうですか、ぜコーディネート的には思い切りましたけどね、ちょっともう言葉が出てきてないですけど。ダメなの？ダメですかこれ？何がダメなんだろう。頭ですかね。頭かい。頭かい。頭。それでは大注目のおしゃれコーディネート対決結果発表。さあでは佐久間さん、佐久間さん、トータルテンボスさんとアイドリングさん、どちらのコーディネートが良かったでしょうか。アイドリングですよね。もうどうですよね。私たちの立場めっちゃいいけどな。